ネットの方向に前ってやるとこう。はい、こんにちは、テニスピーク林です。さあ、本日はですね、ボレーのラケットを引かない、ラケットを前にセットしましょうという問題についてやってみたいと思います。よくですね、YouTube、まあ今最近 YouTube いろんなプロの選手をやられてると思います。プロの選手とかすごい上手な選手ですね、よく前にボレーセットして引かないで前にセットしましょうと言います。ただ動画を見た時に、いや引いてるじゃんと、プロの選手も上手い選手も引いてるじゃんラケットと、前にセットしてないじゃんというですね、ご意見をすごいいただきます。でこれはまあ私は4300人ぐらいの方のレッスンさせていただいてますが、ここは結構よく質問されます。今日はですね、これにお答えするという形でやってみたいというふうに思っています。これはですね、結論から言いますと、前というワードの問題です。どこの前なのかっていう話で、今そっち側にネットがあるんですけど、今僕はそっちに打ちたい、その時にネットの方向に前っていう風にしてしまうと、こういう風になってしまいます。前、わかりますか？向こうに打ちたい時に、じゃあ前にセットしようと、ネットの方向に対して前っていう風にするとこうなってしまいます。そうではなくて、前っていうのはどこの前かというと体の前なんですよ。体の前なので、これで OK です。で少しまあボレーもこう股関節ひねるじゃないですか。そうした時にこれで OK です。体の前にあるから、体の前にあれば OK。 ネットの方向に前ってやるとこういう風になっちゃうんで、体の前にあればいい。そのまま股関節をグーって引っ張っていったら、ここにセットされます。ここにセットされる。でこれは体の前にはちゃんと構えれてるので OK です。向こうに打ちたい時に、前ってなった時にネット方向にこうやってやってしまうとダメ。体の前に置いといて、そのままグーって股関節中心にひねったらこういう形になる。こうやってやるんじゃなくて、体の前に置いといて、あとはクッと股関節をひねったら、その結果少しラケットが引けて見える。だけど体の前にはちゃんとありますよね。体の前にないと、体の前にはちゃんとありません。体の前にあれば OK。 前っていうのはあくまでもネット方向ではなくて体の前ということを確認しましょう。全くひねらないで打つという場合は、体の前イコールネット方向にも前です。ただこれでは打てませんよね。股関節中心にひねった時に、このままじゃ打てないから、体の前にラケットを置いとくんだけど、股関節グーって引っ張っていくと、このままこうテイクバックできると。でこれが正しい構えです。打点前。ダメな理由としては、肩甲骨を全然使えないということがあります。体の大きなところを使えないっていうのがあります。テイクバックした時っていうのは、基本的には右の肩甲骨は背骨の方に近寄ってます。これは近寄ってるからクッとこう前に出ていくんですけど、ネット方向に前にすると、まあ、少し体股関節中心にひねって、この形だったらちょっと引けてるんですが、これを前にセットしようとすると肩甲骨が背骨から離れていってしまいます。まあ、前習いしてるみたいな感じですね。前習いしてもうただ当てるだけみたいな。バックボレーもただ当てるだけ、前習いしてる、前習いしてポンポンって当てるだけになってしまう。でこれはダメです。打点前っていうのと前にセットするっていうのがごっちゃになると、もうよく分かんなくなってしまいますので、こんがらがるワード、同じ前っていうところでね、この辺をこう自分で整理してください。まあ、具体的にはですね、こう握手する感じですね。こうやって握手する感じで構えていただくといいと思います。例えばこうやってとか、こうやってとか、こうやってっていうのはちょっとおかしいので、ここで握手する感じ、前の人と握手する感じで構えていただくというふうにすると自然になるかなというふうに思います。まあ、あとはですね、肩幅の中に腕ラケットをこう入れておくとか、なんか肩幅から出ない、肩幅の中に腕ラケット入れておく。そしてそのまま股関節をグーって持っていくと、後ろにセットしてるように見えると、まあ、いうことですね。ここをちょっとチェックしてみてください。本日はボレー前にセットする、だけどプロの選手も、いや前にセットしてないじゃないか問題ということでやってみました。前にセットするっていうのはワードの問題で、ネット方向に対して前ではなくて体の前ですよ。全く体をひねんなかったら、まあ、ネット方向イコール体の前なんですけど、これじゃ打てないから必ず少しひねると思うんですよね、ボレーもね。でその時に体の前に置いてあったら、グーッてひねった時に横から見るとちょっと引いてるように見えると、でもこれは OK ですというお話をさせていただきました。具体的にはちょっと握手するとか、
まあ、こう自然な形で握手するとか、肩幅の中に腕ラケットを置いておくとか、まあ、こういう感じでいいんじゃないかなというふうに思います。体の使い方的には肩甲骨ですね。肩甲骨を構えた時にこうやって肩甲骨が外に行かないようにですね、背骨から離れないように、そうするともう前習いしてる感じなんで、ここでポンポンポンって当てても全然飛んでいかない。まあ当てて返すだけだったらできますけど、ちょっとあの飛んでいかないので、必ず構えた時っていうのは肩甲骨を少し引いてるということが大切です。なので少し引いてるという形が大切ですということをやらせていただきました。本日はボレーですね。少しでも参考になれば幸いです。本日はここまでです。ありがとうございました。